株式会社日本製工所東京製作所は、東京都府中市飛行町一の一に存在した日本、製工所の製作所である。日本製工所東京製作所は、1938年、東京府北多摩郡府中町に、武蔵製作所として寄港され、1941年から、営業を開始した。同所では長く油圧式。 パワーショベルを主力とした製造が行われていたが、その製造を打ち切るのを機に1987年に閉鎖され、跡地は府中インテリジェントパークとして再開発された。製作所の解体作業時に発掘調査が行われ、飛行長付近が武蔵国の国府の北限部分にあることが明らかとなった。武蔵製作所は、 戦車製造専門工場として稼働したが、通達により1942年に製造品目を戦車から下方へ変更した。終戦直後は他の工場と同様に脱穀機といった民生用製品の製造を行ったが、後にパワーショベルの製造が中心となった。1961年からドイツオー経営者と技術提携し、 ロットンクラスから40トンクラスまでの油圧ショベルを製造していた。提携終了後も東京製作所閉鎖まで自社設計で製造を続けており、最盛期にはベイペティボーン社へ OEM 供給を行っていた。油圧部分は横浜製作所にてホイールローダーは坂井茂工業が製造していた。オー経営者は 油圧ショベル以外にも様々なモデルを製造していたが、日本製鋼所では油圧ショベルのみ製造しており、これらの販売は飛行商事や三井物産系の建設機械取扱店で行われていた。なお、製造終了後にも石川島県機から OEM 供給を受けて JSW ブランドのモデルは数年存在した。府中インテリジェントパークの様子。 2017年府中インテリジェントパークは東京製作所跡地の再開発地域の名称。府中市によって景観地区に指定されている。町域はすべて飛行町である。日本成功所は自社で高層オフィスビル、府中 J タワーを開発しているが、それ以外の土地は順次売却され、金融機関とユーザー系、システムインテグレーターのデータセンターや、 事務センター用途のオフィスビル、府中市公共施設、小売店が2000年代までに順次竣工された。同様の首都圏におけるデータセンター用途のビル群は千葉ニュータウンや多摩センターにおいても所在している。ありがとうございます。